これからユス、ちょっと発音ができない発音が難しいんですけど、ユスというところに青海省の南の方、もうほとんどチベット自治区の付近の方まで今から一気に南に下ります。チケットは211元のスリーパーというあのベッドになってるバスに乗ります。これからこれシャフで買ったネックウォーマー、これがすごいあったかいです。こちらのバスにこれから乗ります。このバスが地獄のバスとなるかならないかちょっと見てみましょう。乗り込みます。寝台バスなので靴用のナイロン袋がもらえます。わっすごい、ちょっと待って、なんか見たことないタイプのバスなんだけど、あどこで脱ぐのかな、まだ脱がなくていい。上下に上と下の2段です。完全にフラットじゃなくてちょっと斜めになってるシートで、布団もついてるんで夜も寒くなさそうです。こちらが私のベッドです。めっちゃ汚い何にも持ってきてない、寝袋とか汚いよ。これに揺られて23時間ぐらいかけてユスに行きます。バスに何時間乗ってたかというと、朝の9時に着いたんで16時間で着きました。23時間ぐらいかけてユスに行きます。これから私はあの同じバスでね、イギリス人の女の子と知り合ったので、彼女がなんかお寺に泊まるらしいんで一緒について行ってみたいと思います。 She is Peep. Hi. Hi. How old are you? 21. Oh, 21? Yeah. After here, she's going to sell daycare. Are you Bayou? Also Bayou? Are you also going to Bayou? Wow. Then are you going to Gansu? Then you are Chengal. Ah, you are Chengal. Then Gansu. Ah, wow. ということで、ほぼ同じルートなので、多分一緒に行かせていただきます。Nice to meet you. Okay.的にドミトリーっていう一つの部屋にベッドが何個もあって、困ってる人とコミュニケーションを取ったり情報交換したりとかいろいろできるような仕組みになってる宿なんだけど、観光客がいないしから、ほとんど私が一人で使うか、まあもう一人相部屋の子がいても中国の子で中国語しか話せないとか、そんなんばっかりで、なんか全然今情報交換も何にもまだ誰ともほぼしてないし、中国入ってから割と孤独で寂しい日々を過ごしています一人で旅行してるからずっと一人ってわけでは全然なくて、宿とかちょっとしたところで出会ったりとか、そういうので結構一日人と喋る機会っていっぱいあるんですけど、中国入って2週間ぐらい経つけど割と孤独な日々が続いていますで、これからもっと孤独になりそうなエリアに行くので、まあこの1ヶ月は本当にちょっとした孤独との戦いというか、頑張りますそしてお呼ばれされた家がこんなラブリーなチベット式のインテリアの家でした。かわいいキッチン、そしてチベット風の
インテリア、あ、そしてダライラマさん、コタラキュー、あ、ツジチェ、そしてね、これはザッパです。のローカルの方のお家では多分こういう木の箱みたいなものに入れて保管しています。つぶつぶのやつはチュラと呼ばれるチーズらしいです。なんか歯ごたえがあってすごい美味しいやつ。そしてこれがヤクのバター、そしてこれはチベットのパンかな。すごいな。そしてザンパが入ります。わー、本場のザンパ。この家のお兄さんがピッピの友達と友達みたいで、それでここに泊まることになったらしいです。ちょっとまだコミュニケーションがうまく取れてないんですけど、あのこうやっていろんなものを出して振る舞ってくれてます。ありました。ナイキじゃありません。そして向こうにはアディダスもあります。本物だと思います。今までの宿って英語話せないレセプションの女の子はぁみたいな、もうそんな感じの態度ばっかりで、もうお前喋れないなら喋んなよみたいな、とかなんかもうほんとめんどくさそうに対応する、もう笑顔もホスピタリティのかけらもないみたいな人がちょこちょこいたんだけど、ここのレセプションの子はいつもニコニコしてちょっと英語が話せるので、私の要望も頑張って聞こうとしてくれるし嬉しいです。そういうちょっとしたことで心がホッとなりながら、なんとか一人で今旅行しています。